まあ、だけどそのさ家の金ぐらいとか、まあ、1200万ぐらいの金なんて多分俺にもっと使ってるわけじゃないですか。だからまあしょうがねえな、この親父だし身内だからさ。なんか身内じゃないやつがかっぱらってくるわけよね。あ、その弟とかさ、もう弟もまだ身内だからいいけどさ、もうだからいいよみたいな感じだけど、その俺のためのやつもさかっぱらっていくの、お金を。でなんて言ったと思う、なんで英語はいいのに俺たちはダメなのって言ったからね、半端じゃねえよみたいな、お前身内じゃねえじゃんみたいな、血縁じゃねえんだからみたいな、なんで英語はいいのに俺たちはダメなのって言ったからね、そいつらやばくない。で2人もいますよ。あ、よしきさん、ありがとうございます。いただきます、ありがとうございます。いただきます。やばいっしょ、やばいよマジで。加藤としみつってやつと川村敦っていうやつなんだけど、言ったからね俺に別々で、なんで英語はいいのに、やばくない、その発想が、お前身内じゃねえじゃねえかよみたいなさ、身内じゃないのみたいな、身内じゃねえだろみたいな、血縁じゃねえんだからよみたいな。初めて、ありがとうございます。あ、いただきます、ありがとうございます。すいません、はあ、マジビビるよ本当に。あれ、りょうよんさん、みえさん、お久しぶりです。先月31日をもって例の番組楽を卒業しました。楽ちん TV、りょうよんさんおめでとうございます。